バッシュたちが失踪して後、事件は警備兵団内の一部過激派によるベラスコ将軍暗殺事件として公表され、真相は闇に葬られた。国家的英雄がテロの凶弾に倒れたというニュースは社会に大きな動揺を与え、世論は警備兵団を擁する五民庁を攻撃。ヘルの政敵ロナルド・カースロンを更迭するに至る。一方、自ら軍を率いて現場に乗り込み、速やかにテロリストを鎮圧した国防省長官ヘル・シュバイツの手腕は高く評価され、翌月の選挙に圧勝して国家元首に就任する。さらにヘルは今日の危機的社会情勢を正すためと称して特事体験を議会に要請。ひとたびこれを手に入れると、徐々に独裁者の素顔を表していく。議会の永久解散、秘密警察創設、特権階級設立、そしてついに帝国主義を復活させると、自ら神聖不可侵なるイシュタリア皇帝の座に就くことを宣言する。ことここに至り、初めて事態の深刻さに気づいた人々は各地で反帝運動を起こすが、クリムゾン部隊を核とする強固な支配体制を完成させていたヘルはやすやすとこれを圧殺。世はまさに恐怖が支配する暗黒時代の再来であった。
Thank you.
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 We'll be right back.